皆さんこんにちは、高橋貴子です。今日はですね、じゃん、こちらの長谷尾さんの個展、人外写真展幻想生物図鑑、あ、これは図鑑の方ですね、幻想生物展、こちらですね、こちらの方に行ってきましたよ。なんで行ってきたかって、私が個展の中の作品になって展示されているからなんですけど、もちろんね、こちらの作品とかこちらとかこちら、これもね展示されてました。渋谷のですね、ギャラリーノルデコ、今日明日さって日曜日までですね、渋谷が。でその後神戸に行って6月14から19、その後名古屋が最後ですね、22から26ということで、ぜひぜひ素晴らしかったですよ。そのなんで幻想生物展なのかっていうこともちゃんとストーリーをねお話しいただいて、深いテーマは差別とか、そういうものをテーマにしていて、だから人外生物展、幻想生物展っていうことにしたっていうことらしいんですけどね。で早速買ってまいりましたよ、図鑑。じゃん、長谷尾さんのサイン入りということで、これちょっとね、こんな感じで、ハンニャとか鬼とか、ちゃんとね意味があるんですよ。ストーリーちょっと飾るとね結構長くなっちゃうけど、あ、そういう意図でその写真撮ってるんだみたいな、相変わらず写真じゃないような、まるで合成のようなすごい写真なんですけど、これ全部実写なんですよ。ちゃんとこれもなんか博物館借りたって言ってましたからね。ちゃんとそういう意図があるんですよ。社会的なそういう意図があって、それを企画書として出して科学博物館を借りたって言ってましたけどね。鹿の戦士、樹海の天使、これもね、セイレーンとかね、これもすごい深いストーリーがあってこの写真を撮ってるっていうのを聞きましたね。美しい獣とかトナカイとか、そしていろいろこれです。じゃん、こちらブランコをモチーフにして私写していただきましたはい、私の写真でございますはい、こんな感じで、これね、すごい、これ一冊もちろんすごいんですけど、やっぱこの写真の 図鑑の中に自分入ってるってめちゃめちゃ嬉しい。とても有名な尊敬できるフォトグラファーなんで、長谷尾さんが。この中にですね、今回の個展の図録として、掲載していただけることが、こういう写真もね撮るんで、私じゃなくてよかったみたいな感じですこんな裸は見せられませんみたいな感じなんですけど、はい余計なこと言いましたこんな感じでですね、買ってまいりましたよ。で長谷尾さんもね、そんなにお忙しい、特にこの物語はね、長谷尾さんがなんでこの物語を作ったかっていうのを聞いて涙が出そうになりましたね、お話聞けて。このカッパがまたちょっとね不思議な感じなんですけど、でこれ実際にね見てきましたよ。素晴らしかったです。この私実はキュービの狐がすごい好きで、これもねリアルいいですよ。ぜひ見に行っていただきたいです、こちらね。で私 のライブセミナーでも名古屋と大阪と横浜分で、数に限りはありますけれども、私のサイン入り、私の写真集ではないのですが、私のサインをどっかに入れてですね、実際にでも載りましたから、あと実物の、写真、絵画のような写真、なんかキャンバス地にプリントしてて、これ絵画みたいでした。枠付きに、ね、なってるやつで、はい、これ私です。すごい、なんか私じゃないみたいに綺麗に撮っていただきました。幻想生物展で、この長谷尾ブックっていうのも売っていて、なんか厳選したすごい素敵な、長谷尾さんって素晴らしいフォトグラファーの方なんですよ。APA なんとかっていうことで、受賞歴もすごいです。そんな方に撮っていただき、しかも個展の作品として出していただけて、めちゃめちゃ感動でした。いやー、これもねすごいすごいですよ。写真のこの世界観が好きで、今回写真を撮ってもらうきっかけでいろんなお話を聞けて、なんていうんでしょうかね、第一線で活躍するプロフェッショナルの方の
頭の中っていうのはもう細部へのこだわり、もうそこに尽きるなと思って、まあ私もこれからライブはやるんですけれども、そのライブでもね、細部へのこだわりっていうのをすごく意識して仕上げていきたいなっていうのを改めてね思いました。いやー、いい出会いだ、嬉しい。で、実は予告をすると来年もちょっと写真を撮っていただけるお話ができて、しかもなんかすごい撮ってほしいモチーフで撮っていただけることになったんで、また来年もご報告できるかと思います。はい、ということで幻想生物展、ぜひ会期のうちに見に行っていただきたいというふうに思います。私の額は多分すぐ探せると思います。めっちゃ目立ってました。はい、ということでよろしくお願いいたします。それでは。